はい、どうもこんにちは。デストア、続きやっていきたいと思います。前回はですね、ジェファーソンのヒントを頼りに、俺がいつもね、マガドリの巫女って呼んでる、よくわかんない神殿みたいなところ。で、マジッククリスタルとバイタリティクリスタル集めたり、あとはね、今、携えてる、このね、体験を取ったり、あとは武器強化ですね。フックとボム。まあ、ほとんど、庶務みたいな、生徒会で言ったら庶務みたいなことをやってました。で、今回はちゃんとね、キャンプに行こうかなと思います。で、ちょっとね、クリスタルじゃねえ、ソウルを見ると2000あるんで、ちょっとね、強化してから先に進もうかな。本当はね、1950しかなかったんだけど、あ、まあどうせならと思って2000まで上げました。で、スピードと攻撃力、これ上げようかなと思います。はい、これでいこう。体験がもっと強くなる。あれどこだったっけ。じゃあキャンプ行くか。はい、ってことでね、来ましたと。じゃあ行こうか。で、一応ここにも多分最後のバイタリティクリスタルがあるミコちゃんがいるんで、ちょっとそこまず探そうかな。で、カラスのキャンプの西に死んだヘビがいたよみたいな、そんな警告があるらしいので、愚直にとりあえず西に行こう。ここだ。凍れる警告、危険。ここだな。先にここ行こう。まあ、体験あるし、フックもあるから、いけるでしょ。これね。これちょっと楽しいんだよな、これ。で、あと、ボムがね、めちゃくちゃいい強化をしてくれたんだよな。自爆しないっていう。すげえありがたい。あ、滑る。これは危険だ。確かにこれは危険だ。ちょっと待って。あ、滑る。なんかずっと滑るな、これ。ジャンプがねえから。よいしょ。オッケー、これ止まろう。時間で戻んのこれ。これどこだ。ほっ、オッケー。意外と滑んねえじゃねえか。クソ、戻った。もう最悪だよ。まあ、バイタリティクリスタルがあれば6になるから。オッケー。何あれ、一旦チャージするか。お金下ろし、むずい。これむずくない？ちょっと待って、よくいけたな今。はい、 OK。 ポン、降りていいやな。よし、何ここ、どうなってんだこれ。どう行けばいいんだろうこれ。え、こっからフック届くかな。これ無理そう。これいけるんだったら、いや無理そうだなこれ。あ、これ無理だ。殴って急げ。とりあえずこれで急いで進む。これいける？なんかちょっと引っかかったらダメな気がするな。いけた。めちゃくちゃギリだ。オッケー、届いた。祠に祈ります。最後のバイタリティクリスタルくれ。実績の6解除、全行かな、全行か分からんけど、これ多分全部のクリスタルを見つけたみたいな感じなのかな。よし、じゃあもうあれだな、ジェファーソンのお話を聞かなくてもいいみたいな感じで、聞かなくてもいいっていうと聞きたくなかったみたいに思われるけど、まあ、これで隠し要素的な収集アイテムに関してはキラキラしたものだけになったな。これじゃあ行くか。キラキラしたものも集めたいよな。どうせカラスと戦うんだろ最後。あ、バーブじゃん。ふぅ、あー、すっごい急な山道だったね。灰がまだぜーぜー言ってる。でもあなたは喜んでるんじゃない？だってカラスたちがこんな山奥に隠れて暮らしてるなんてびっくりだよね。あのカラスたちから面白い話も聞けたし、特に山頂の怪物について。この冒険ますます楽しくなってきちゃった。次の作品が私の最高傑作になりそうな気がする。あ、これまでにも5曲エリアを書いてるけどね。最高傑作？ 5 曲？すげえじゃん。何書いても売れる人やん。あ、砕け散ってる。いろいろ書いてたんだろうな、ここもともとな。なんか読めたりする。何も読めないや。切れません。この先、古い物見の塔を抜けると、獣の巣窟へ。なるへそ？あ、待って！戻りたい！あ、ここボムがある！ちょっと待って！うわぁ！やめてくれー。一旦出ないと戻れないかな。ふぅ、危ねえ。戻れなくなるかと思った。怖そう。はい。
何これ、どこにキラキラしたものが、あったあった、何これ、ピカピカのメダリオン、これあれじゃないの、裁縫道具のやつじゃないの、糸通し、君が真の勝者だ。なるほど、なんかいろいろ、どこだメダリオン、あったあったあった、これか、勝者なんだこれ、ピカピカのメダリオン、カラス解放同盟のメダリオン、解放同盟はリーパーの分派で仕事を辞め天寿を全うすることを選んだカラスたちで構成される。こうしたカラスたちは時にこうしたメダリオンを身につける。メダリオンにあしらわれた古代の神は扉の王の崩落を予言していると考えられる。おーい、なんか死ぬことがあれ、死ぬことを望むレジスタンスって結構このゲーム特有のあれだよな、やつらね、普通はなんか反抗するから死にたくねえみたいなイメージあるけど、死ぬことを逃れるためにレジスタンスを行うみたいなのはわかるけど、死ぬことを望むためにレジスタンスをするってすごいわ。そしてなんか和なステージ来たな、和だな完全に。今回そういうステージか、天気悪い、雪降ってるよ。はい、これラストかな、このステージ、ロックストーン城あたりの最後の扉になるかも。だいたい4つだからな。え、壮大なんだけど、ちょっと待って。うわ、いるなー、相変わらずいるな、こいつら。これ、カラス解放同盟の旗なのかな。でも、昔からあったよな。これ。バチョン、バチバチ、これがいい。すげえ。攻撃力上げた感じだけあるわ。種をくれ。鍵が2個いる、やばいな。ここあったりしない、ないか、まあ、ヒントがもないはずだからやる必要ないけど、キラキラしたものがそういうところに眠ってる説あるから、ちょっとくまなく、俺の実力でくまなくなんてできるのかわからんが、くそ、おい、いた、こいつ、うっ、ういー、オッケー、あ、いた、あ、2体倒すだけか、厄介すぎるぜ。まずはあいつ、くそ、これ強い、マジこのねスラッシュが強すぎる。種が4つある、2個は欲しいんだよな、あの魔女のさところに2個種を植える場所があって、多分それを植えることで進む場所があるから2個は保持しておきたいな。届くなこんなもん、はい、ういっ、OK、強いよこの技。いや 0.25 しかパワー違わねえじゃんと思ったけど、それがでかすぎる。なんだこれ、これ最初のところにもあったんだよな、この門、何の反応もない門、何なんだろう、レバーがないのに降りれるな、降りていいのか、降りるか、オッケー、それだいぶかな、オッケー、なんで割りやな、焼けろ、あー死んでた、オッケー終わった、あいつじゃあ誰だよ、あいつ誰なんだよ、あ、2つかかったよ、はしご、こいつどこの立場の、別のところかよ、狙われてると思っちゃった俺、あいつはかっけ、は初めてこいつの攻撃当たったんだ、取れんのか、はい、飛んでると距離感わかんねえな、オッケー、これさっきあれか、下から見たやつか、レバーを上げる、何が変わんだ、すげえ堂々とギアが外回ってる風車なんてあるんだ、固まったら終わりだろこれ、固まんのかな、あ、バーブだ、バーブがいらっしゃる、あ、これ入り口のところだ、ちょっと待ってよ、なんか他にあったような気がするんだよな、これ種植えたけど食ってねえから、種食ってくるか、これ種食ってたし
都合の悪いこと消しまくってた。言ってくれんと、ちゃんとみんな。届かねえ、あれなんだ。まあ、いいや、話そう。こうあるじゃねえか、こういったね。すべてが無駄。ふう、天気が大荒れだね。灰の中で風がビュービュー言ってる。ま、これしかの天気じゃ諦めないけどね。もう怪物は目と鼻の先だし。怪物のやつ、どんな姿なのかな。カラスたちの証言によると、私の歌にふさわしい獣みたい。毛だらけで、乱暴で、早くあなたが戦ってる姿が見たい。見せてあるか。仕方ねえな。これ届かなかったよね。ちょっと低い位置なんだな。まあ、こいつは、ギリギリ丸の部分までね、判定あるからね。多少高ければいける。オッケー。はい、オッケー。これもスラッシュが強いんだよな。なんだ？は？は？なんか、崩れてない？あ、俺。ああ。全然気づかなかったや。そういうことか。はい、オッケー。これよ。気持ちいいよね、これ。落下攻撃って説明ないかな。確かに、自分で見つけるしかないのよ。これ終わりだね、オッケー。いた。まあまあ。おい、これなんか荒いな、俺。まあいいや。あ、ここ種あるか。かわいそう。あれ、そんなチャージしてた、早いって。まずいか。もう一回来る。オッケー。開いてもらって。なんなん、この古代兵器みたいなレーザー。やばすぎる。ここに種植えるのもちょっとやだな。危なすぎない？折れたら終わり。おっしゃ、今そう、フックの攻撃技はね、強化は言ってなかったっけ。この引っかかってる時に攻撃をすると、この特殊なね、スラッシュが打てるっていう、ちょっと長いなんか剣撃、斬撃みたいなのがね、出るっていう技なんだけど、今それと跳ね返しが決まって一撃倒したわ。なかなかないだろ。オッケー。あっちもいけるな。まあ、まずこっちからだ。は？嘘。倒しきれないとかあんの？ちゃんと乗ってるんだな、あの板にな。ちょっと強い、ここ、こいつら。ダメージが足りない。スラッシュ込めていくか。一応、ローリングアタックあんだけどな。これね。これ強っ。ちゃんと刺し殺しちゃったみたいな感じだったかな。これどこ？こんな場所あったっけ？まあ、ショートカットか。これでこっち行ける？あれ、ここ種がある。植えるか、あとで食べよう。多分大丈夫。あの先ボスだろ。え、こんなとこ来て、ここ来てないの？これ来てないよ。全然来てない。どこだ、これ。まずいか、これ。うわ、しかも滑るじゃん、ここ。戦いたくね。あいつらも滑ってるわ。滑ってるな。下手くそ。飛ぶと思ってる。勢いがすごい。怖すぎる、ここ。やだな。危ねえ。オッケー。まあ、スラッシュが入ると2発で倒せるな。なかったら無理。オッケー。とりあえず来たが、最終的な柵があるところに戻れるんだろうか。壊してくれ。
火やめてくれ。オッケー。何なんだこいつは。急にやめた。飽きるなよ。オッケー。ほい、どこだ。おいしょい。ここだけなんか難易度高い。むずいな。いたー。やめて、滑る。よかった。これで戻れたか最初の。あ、戻れたっぽいな。よしよし。あ、たね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 。おー、怖い。うっ、 OK。 取るの時にも止まんねえの怖いわこれ。はい、 OK。 入ってこれた。なんとか。まだ行ってないところがあるから、とりあえず行ってみるか。戻るだけっぽいけどな。ここの、ここ行った俺。絶対行ってないよね。あ、でもこれ戻るだけか。戻るだけっぽいな。終わったやん。最悪。やり直しかこれ。これは違うルート、戻るルートだな。バーブ頼む、バーブ頼む。無理か。しぶといこいつ。判定がねえわ。すげえ凍えてる。じゃあ行くか。こうキラキラしたものなかったな。この先にいるんだろ、けだものが。うわ、明らかになんか決戦って感じ。違うの？滑るからよ。ふざけんな。おい、関係ないっすか。ちょっと待って。 OK。 あ、死んでる。 OK。 いろんなやつ出てくるな。滑る、マジで。 OK。 あとあいつだけか。弓矢もいいか。はいはい、 OK。 まだいる。これ乗ろう俺。ふざけんなよ。 OK。 痛いで、こいつは普通に弾いて倒して。オッケー。いって、どんだけ届くのあいつ。まずいな、これローリング。んー、これのはいいか。これやば、落ちちゃった。うぜえ。待って、こいつらふざけんな。うん、はあ、助かった。ここまだあれかよ。ここにいてもおかしくないのに、広さ的に。で、ステージもさ、滑るっていう、滑るところ滑れないところで戦いの幅が広がるから、ありかなと思ったけど。まだあんのか。この中か。どっちこれ。上っぽいけど。バーブだ。いるな。5つ目扉。じゃあこっち行こう。先に。ここなんかあるだろ。え？なんもないの？何これ？倒さないといけないのかな？倒すことで、この三日月みたいなやつが、なんか石板が手に入ってはめたりするのかな？オッケー、まあ行くか。オースバーブ。いた！怪物だ！あ、心臓がバクバクいってる。あれと戦うの？私は遠くから応援して、遠くからって、遠くから応援してるね。歌のためにメモを取らなきゃ。じゃ、頑張って。頑張るか。なんか、
イエティみたいな。雪男みたいな感じするな。なんだこれ。これなんだ、テスラコイル。行きましょう。怖っ、こいつ。こいつそんな生きてんの？うわ、怖っ。ベティ、かわいい名前だな。このどう猛さだけで生き残ってるやつは本当にやばいんじゃないの？もう一回飛ぶ？もうないか。なんか。とりあえず燃やすか。おい、そんなことしてくんのか。外しまくるな、今回。危ない。もう一回。うわ、こいつ結構追跡してくる。は、届いたな、これ。マジか。いや、こいつやばい。え、なんで避けたじゃん、俺。はっ、俺当てようや、それ。待て、まずい、危ない。で、ヒビ入ってるな。どうも。うぅー、はっはっ、ブーン。いいよ、はっ。気合い入れて、気合い入れて。え、なんか増えてきた。マジか。あ、なんか暴れてる。半分ぐらい体力与えた、削ったのかな、今のひび割れ的にも。技の変わってる感じ的にもね。もう一回行くか。まあ、燃焼ダメージ与えつけて、とりあえず回復する。ちゃんと見てから回避。雪玉、ジャンプ、フォロー、はいはい、転がるか、これ、オッケー、ちゃんと当てる、間違いないね、もう、うい、オッケー、結構いいぞ、これ、まずいか、これ、見えない、おっ、して倒した、めちゃくちゃ簡単に倒したよ、ははは。いや、これうまく立ち回れたな。炎が強かったんだろうな。知らず知らずのうちに、ダメージ与えてくれてたわ。しゃ、ベティのジャイアントソウルゲット。なんか人だったの、魔女だけだな。あ、ステッドホーン。いつものね、我々が今日ここに集まったのは、ベティの死を悼むため。毎回覚えてないわ。あるものにとって、彼女は神も同然だった。あ、メスだったんだ。また、安らかに寝てるな。他のものにとって、彼女は恐ろしい、どうも野蛮な獣だった。さらに、ごくわずかなものにとって、彼女のまばゆいばかりの美は愛の対象だった。あ、同じ種族のね、人だからしたらもう、絶世の美女だったんだ。高嶺の花みたいな。山頂で多くの生を生き、地域の者どもに抜け毛と突然の死を与え、その彼女は今安らいでいる。彼女を忍び、神戸を垂れよ。最後の敬意の印に。この世における彼女の時間は尽きた。終わっちまったか。でもカラスたちがさ、挑んでは死んでるって跡があるな。今までジャイアントソウルを狙ってた、俺以外のリーパーたちが挑んだのか、彼女の毛を取るために命を落としてしまったのかは分からんけど、とりあえず4匹がスタボロにされてるな。首折れてるもんな、全部。怖っ。じゃあ、歌歌ってくれよ、俺に。蝶がつくほどの大冒険だったね。このどんでん返し。俺そんな呼ばれ方したの初めてだな。人になかなか言わねえだろ、このどんでん返し。つまり、ベティイコール怪物だったってことでしょ？すごい。ということは、座礁した船乗り手に乗ってた、あの酔っ払いは、この怪物に恋してたってこと？あ、この怪物に恋してた。ああ、ベティって言ってたっけ？ちょっと久々すぎて覚えてなかったな。4時間ぐらい冒険してたせいで。忘れてた。あるものは、美の対象。あいつか。あいつのこと言ってたのか。でも二人ともかわいそうにも思えてきた。死んじゃうのと失恋するのと、どっちが辛いかな。どっちも悲劇だよね。
失恋する方が、で、とにかく死に別れって特に長引きそうだけどな。あいつの時間は止まっただろうな。リーパーじゃないのに。まあでも、歌のネタにするには最高じゃない？すぐに作詞に取り掛かる。すごいな。アーティスト根性が過ぎるな。そのうち、座礁した船乗り艇によってね、完成した曲を披露するから。はい。また凶暴のソウルに安らぎを。ん？安らぎを皆さんこと。はい、了解です。めちゃくちゃ俺、言葉飛ばした気がする。これで、ベティのジャイアントソウルゲットと。あるものからは神と崇められ、またあるものから手に負えない教授と恐れられていた。彼女のソウルからは純粋な原始の力が溢れ、島の周りを様々、さまよう、ソウルのエナジーを吸収するまでもなく、巨大なソウルに成長した。彼女はおそらく自然に生まれたタイタの子孫。タイタの子孫だったんだ。よし、じゃあとりあえず戻るけど。寄るか。座礁した船乗り手。バーブがいる。かどうかを置いといて、とりあえずあれだな、なんか飲んでる。ジェファーソン、スープうまい。あいつ秘密ある、みんな知らない。でもグラントこの目で見た。ジェファーソン本当はシェフじゃない。でもグラント気にしない、スープうまい。あのウミガメのスープをまた飲んでみたいんだよなつって。お前だろ、ベティに恋してたやつ。こいつは気になったんだよな。僕のベティを助けてくれたの。助けてくれたの。死は救済。この地を脅かすぐらいだったら死ぬことで、なんか、別れたかったんかな。なんかよくわかんねえけど。はい、お願いします。バーブさん。最高傑作。ああ、いつものね。聞くか。はい。咳込むときにね、バグパイプが鳴るのがいいよな、これ。でまぶたどうなってんだこいつ。全部リズム同じなんだよな。あんたがいなければもしかしたらハッピーエンド。でもベティは野生だからわかんないけどな。でもなんかジエンド急にイン踏んできた。二人の願いもはや叶わんと。こんな踏んでたイン、そのガニ股で最高の一曲。実績解除。あ、間違えた。ごめん。ごめんなさい。ごめん。また2回目を聞くとになるとはな。てか、なんかこの子が持ってるポシェット、ドクロマークついてない？何のドクロだ、それ。急にラッパーだったもんな。この格好なんなん？墓を踊り出してるやん。よし、じゃあジェファーソン、多分ヒントはないと思うけど。おいっすね、久々。さて、秘密を教えてくれるのか、もうヒントがないから、何も言わないのか。あ、お話ある。おお。その魚の腹渡料理の皿と同じくらい綺麗さっぱりです。ありがとう。あ、めちゃーって。めっちゃ気になるわ、それ。その動きめっちゃ気になるわ。終わっちゃったな。誰かが食い損ねたやつもある。鍋とかも。うっす。シャベル、ああ、そう、拾った。目にするのは随分久しぶりだ。僕はガーデニングが好きなんだけど、最近の世界の状態じゃ植物があまり育たなくて。それで旅の人が種を植えてくれるんじゃないかと思って島に鉢を置いたんだ。だからそのうちきっと新しい命が芽生えるはずだよ。ほんと？いや、いいな。プチイベント多くていいな。じゃあせっかくだからリーパー協会のやつらにも話聞くか。よいしょ。あ、いるわ、びっくりした。なんて苦情なんて言うんだろう。ああ。それマジ怖いんだって。合ってる気しないんだって。バカはここで近いうちに何かでかいことが起きるって言ってる。それについて何か知ってるか？デモだろ。あいつ、レジスタンスのリーダーみたいなことやってたもんな。べー。
他に話すやついないか。じゃあ同僚に話しかけよう。君らに久々だな。ハンドラのチャンドラ、随分カラフルな生き物ですね。頭痛がしてきました。君があっけっぱなしにしている扉から入ってきてるじゃないですか。おかげで私のオフィスがめちゃくちゃです。気に入られてるやん、こだまたちに。怖っ、こいつ真っ黒なんだけど、なんで危ないんじゃないか。可愛い森のせいちゃんがインクの中に落ちちゃった。あ、インクの中に落ちちゃった。タイプライターのね。でもこの子は気にしてないみたいなの。私と同じでインクの匂いが好きなのね。タイピストのアガサ。いや、俺マジで乱雑に置いてんな。なんかカラスの習性じゃん、完全に。綺麗なものを集めるっていう。オス、ここはソウル保管室だ。戦闘能力強化と変わんねえな、お前。お前は変わらねえな。じゃあ、器用さあげるか。まあ、正直これ最後でいい気がするわ。あんま魔法使うんからさ。まあ、炎は使うけど、それより剣撃の方が多いからね、使う量は。ボス以外だとね。前の羽ペンってか？自分で作ったの？おっしゃ、まあ、今回はいいんじゃないかな。てか、ここまで波及してるやん。遊びすぎだろ。誰も使ってねえ机、もう自分の物置にしてる。いずれここ全部埋まるんじゃねえか。おっしゃ、じゃあまあ、バカじゃねえや、バカ倒しちゃいけねえわ。いにしえの怪物ことベティ、タイタンの娘、倒したんで、今回ここで終わりましょうか。で、次回は、まあ、灰色ガラス、話しかける前に、また探索だな、キラキラしたものとか、集めたい。これ全部集められるか、まあ、どういうか置いといて。もしかしたらデスドア、あの灰色カラスの向こう側にキラキラしたものがあるかもしれんけど、単純に気になるところがいくつかあるんで、ちょっと行こうかな。って感じですかね。はい。また、あれだ、テコ入れ会だ。テコ入れになるかどうかわからんけど。はい、じゃあここで終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。